動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。前回に引き続きこちらルノーツインゴ、こちらについて今回は試乗してまいります。試乗といってもちょっと今回ロングドライブではありません。福島市内の市街地をちょっと回ってくるだけではあるんですが、その中でもこのツインゴに搭載された 0.9 リッター3気筒のターボエンジンの力、そしてなんといっても RR 仕様、リアエンジン、リアドライブ、後輪駆動で後ろにエンジンが積まれてるんですね、この車。そこでまあ普段から乗り慣れた FF エンジンとのフィーリングの違い、これを感じ取りたいなと思っています。それでは行ってみましょう。はい、では乗り込みました。これから試乗を始めていきたいと思います。まず早速エンジンかけましょうね。正直ですね、最近 e パワーとか電気自動車とかそういうモーター駆動の車の試乗ばかりやってきたので、久々に純粋なガソリンエンジン車に乗ります。こちらハイブリッドではありません。純粋にガソリンエンジン車で、なおかつプレミアムガソリン、ハイオク仕様の車となっております。ちなみにこちらの車燃費がですね、 WLTC モードでリッター 17.4 キロ、市街地モードで 13.3 キロ、郊外モードで 18.0 キロ、高速道路モードで 19.6 キロ、ということでこの車に乗る方、選ばれる方、燃費を気にしてはいないんです。気になるのは走り、そしてこの可愛さ、どちらかじゃないかなと思います。ではもう早速行きましょうね。スタートしましょう。はい、シフトを入れて、ではスタートします。今まだ、出発して本当まだまだ一瞬なんですけど、この瞬間だけでこの車が後輪駆動なんだなっていうのがなんとなくやっぱり分かりますね。後ろから押されているような運転感覚っていうのがすごくあります。そして当然なんですけど、リアエンジンなのでエンジン音前からは聞こえてこないんですよね。こうアクセルを踏み込むと、この車の後ろからゴーッとエンジンが回転する音が聞こえる、この感覚がなかなか慣れないなと思います。でも走り味、このスタートの停止状態からの加速だったり、そういったところがすごく軽快な感じがしますよね。あくまでも 0.9 リッター1リッターを切る排気量のエンジン、ターボとはいえ100馬力もありませんが、一方でこのコンパクトな車であるというのが軽快な走りに貢献してるんじゃないかなと思います。ちなみにこちらルノーツインゴ輸入車ということで、この操作系のレバー国産車と逆です。左側がウインカー、右側がワイパー操作で、ですが私もこのルノーの試乗3回目ですからね、だいぶ慣れました。今回は間違えずにいけると思います。しかしこのシートの座り心地なんかも、最近乗ってきたノートやオーラ、リーフなんかとはまただいぶ印象変わりますね。結構固めのシートです。とはいえ固めではあるんですけど、なんかこう座ってて長距離走って疲れそうだなという印象はないですね。いやでも嫌いじゃないですよ。硬いけど、でもこう体の形にはしっかり沿って、支えてくれているというのが分かるなと思います。そうですね、運転している感じ、室内の静粛性という点ではやはり最近乗っていたオーラやノートなどの車の方が、まあ静かな車だなという印象はあります。運転していて後ろからエンジン音が聞こえてくる、後ろからのノイズっていうのが結構大きいような感じがしますね。これは例えばエンジンそのものもしっかり遮音はされてはいますが、後ろの荷室スペースの部分にあるので、まあ室内からだいたい一つながりの部分にエンジンが置かれている、まあ、そういったところもどうしてもエンジン音が車内に入ってきやすい
感じではありますが、まあ、そうは言ってもアクセル踏み込んだ時のエンジン音っていうのが極端に大きいという感じもしないですね。どちらかというと、ロードノイズとかの方が若干響きやすいかなという感じはします。でもとはいえ静粛性決して低い方ではないですね。しかし、いや今いろいろ言ってるんですけれど、走行中の何でしょう、中間加速の部分なんかはこれすごく良さそうな、そんな雰囲気がここまでの区間でも伝わってきますね。ちょっとこれルノーの車、みんな毎回私言うんですけど、アクセル踏み込むのが楽しそうだなっていう、その気持ち強いんですよね。以前乗ったキャプチャーの時もこうエンジンをグッと踏み込むと、それに合わせてエンジンがモリモリモリっと回転数を上げて、そのエンジンサウンドだけでもまだまだこれはこの車はもっと走れる、もっとパワーを出せる、そういう印象が深かったり、あとはメガーヌの時もやっぱりこのエンジン音っていうのが、そしてキャプチャーからさらにスポーティーな気持ちをかきたてるエンジンサウンドを聞かせてくれる。また実際こうこの踏んだ時の加速感、今までの車も高排気量の車、ハイパワーの車というわけではなかったんですけれど、それでも踏み込んだアクセルの踏み込みに対するこのレスポンスの良さ、もっとパワーがあるぞっていうその秘めた感じを受け止める、そういったフィーリングがあるんですよね。これ不思議なんですけれど、これたまんないです。この後ですね、もうちょっとこう坂道のある区間なんかを走っていきますので、その中でもうちょっとトゥインゴのパワー、走りの魅力がわかるんじゃないかなと思います。そしてですね、乗り心地という点で言うと、これシートが固めなのと同じで、足回りも結構固めの車かなという、そんな印象が強いですね。なんか楽しくなってきました。足回りの話ですね。足回りの部分、やっぱり段差を越えた時にこうグッグッゴッゴッと結構強めの振動が体に伝わってくる、そういう車ではあります。ふわっと段差を受け止めるというよりは、段差をしっかりガシッと受け止める、どっちも受け止めてますけど、しっかりガシッと受け止める、そういう印象が強くて、でただそこで感じるのはこのボディの頑丈さですね。ボディ剛性は高い車なんだろうなっていうのが伝わってまいります。やっぱり大きめの段差を越えた時もこう不快な振動やビビりみたいなのはなくって、それをしっかり車が受け止めて逃がしてくれる、そういう印象ですかね。はい、でここからちょっと上り道のカーブのある上りの区間に入っていきます。